1980年から1990年、ボストンオペラハウスで上演していた。オペラカンパニー・オブ・ボストンは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンで1950年代から1980年代まで活動していたオペラカンパニー。1958年、指揮者のサラ・コールド・ドエルがボストンオペラグループとして創立した。一時期、 ツアー公演部門はオペラニューイングランドと呼ばれていた。30年以上にわたり、コールドウェルはほとんどのプロダクションで演出と指揮者を兼任していた。コールドウェルの下、幅広い時代やスタイルの多くのアメリカ初演作品やコンテンポラリーオペラを含むオペラ75作品をレパートリーとしていた。斬新なレパートリーとコールドウェルの演出により世界的に称賛され、 1970年代から1980年代に世界のオペラカンパニーを牽引してきた。1990年、約32年間の活動の後財政破綻により閉鎖された。1958年、サラ・コールドウェルとリンダ・キャボット・ブラックらは5000ドルでオペラカンパニー・オブ・ボストンを創立し、ジャック・オフ・フェンバックのガツ世界旅行をボストンコモンにて、 アデレード・ビショップ主演で上演した。ボストングローブ紙は優れたプロダクションと称賛し、ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領の招兵により、ホワイトハウスの庭で上演することになった。上演成功後、コールドウェルはジャコモ・プッチーニのラ・ボエームを上演することを決めた。この頃までカンパニーは本拠地を持っていなかった。カンパニー創立数ヶ月前に長年使用されていなかった。 地区50年のボストンオペラハウスが取り壊されてしまっていたのである。ラボエーム上演のため、コールドエルはドネリーシアターを借り、1968年に取り壊されるまで、ここで上演し続けた。1968年から7年間、定期的に上演できる会場を探し続け、この間、シュバートシアター、マサチューセッツ工科大学のクレスキーオーディトリアム、サイクロレマ、 タフツ大学フィールドハウスなど様々な施設で上演していた。1975年から5年間、オーフィアムシアターを借用し上演することとなった。カンパニーにとってオーフィアムシアターはちょうど良かったのであるが、コールドウェルは戦友劇場を望んでいた。1978年、カンパニーはダウンタウンのワシントンストリートにある、かつて、 ムービーパレスであったビーカイキースメモリアルシアターを購入した。ニューイングランドの著名な女性相続人である裕福なスーザン・ティムキンの支援によりこの劇場を獲得することができた。当時劇場は荒廃していたが2500名収容でき音響も良く設計もしっかりしており様々な可能性が残されていた。しかし舞台の奥行きは35フィートしかなく、 限られた演出しかできなかった。また、財政状況により完全に回収するのは不可能であった。これらの問題に関わらず、コールドウェルは計画を進め、1980年、カンパニーはこの劇場を新たな本拠地として、ボストンオペラハウスと改名した。補修が追いつかないうちに損傷箇所が増えていき、経費がかさんでいった。 カンパニーは劇場を補修する費用を賄うことができず、1990年にテキサス州の開発会社に売却した。カンパニーはその後も存続していたが、それ以降作品を上演することはなくなった。カンパニーと共に著名な歌手が出演していた。初年度でさえ、ビバリー・シルズ、ジョーン・サザーランドなどの大スターが出演していた。コールドウェルはジェームズ・ビリングなど、 若き才能を発掘していた。他に、ユーニス・アルバーツ、ジョン・アレキサンダー、リチャード・カリシー、プラシド・ドミンゴ、ドナルド・グラム、マリリン・ホーン、イーバリコバ、エレイン・モルビン、イーバ、マートン、シェリル・ミルンズ、マグダ・オリベロ、レナータ・テバルディ、ノーマントレーグル、シャーリー・ベレット、アニャ・シリア、ジョン・ビッカーズなどが出演した。同様に多くの著名人がスタッフあるいは美術などで、 参加していた。約6年間、ラルフ・ライホードは、副指揮を務め、ケント・ナガノはこのカンパニーで指揮者としてのキャリアを開始した。1967年から1986年、ラスロ・ジェイ・ボニスが代表を務め、ダー・ウィリアムズが舞台監督を務めた。ルドルフ・ハイン・リヒ、ミンチョーリー、ハーバート・シン、ヘレン・ポンド、ギルバート・ボーン・ヘムスレフ・ジュニア、 デイビッド・シャイアなど多くの重要なデザイナーたちが在籍していた。バレエダンサーのパッド・コルゲートが何度も出演していた。演出補佐のエスカイア・ジョー・ケムは、コールド・エルの手助けを得て、ボストン・レパートリー・シアターを創立し、プロデュース、演出を行うほか、オペラ、舞台作品、テレビ作品の創作も行った。32年間の活動の中で、カンパニーは斬新な演目で、 世界的に賞賛を得た。コールドウェルのもと、カンパニーは、アルノルト・シェーンベルクの、モーゼと、アロン、セルゲイ・プロコフィエフの、戦争と、平和、エクトル・ベルリオーズの、トロイアの人々及び、ベンベヌート・チェンリーに、ルイジノーノの、不関与1960、アルバン・ベルクの、ルル、ロジャー・セッションズの、モンテスマ、ピーター・マックスウェル・デイビスの、タバナーなどのアメリカ初演を行った。 ありがとうございます。